ワシーリー・スターリン、ワシーリー・ヨシフォビチジュガシビリ、1921年3月21日から1962年3月19日は、ソビート連邦の軍人、最終階級は空軍中将。ソ連の最高指導者、ヨシフ・スターリンの次男、ワシーリー・スターリンと表記されることもある。1921年3月21日、 スターリンと彼の二番目の妻なジェイジダ・リルエワの、子として生まれる。父からは、ワシカ・クラース・ヌイ、赤猫、というあだ名で呼ばれていた。前妻の子であるヤーコフ・ジュガシビリは、イボ・アニにあたる。父スターリンは、前妻、エカテリーナ以外の家族に深い愛情を注ぐことはなく、スターリンと疎遠であった兄・ヤーコフと同じく、ワシーリー・も冷淡な態度で扱われていた。 国家指導者の息子でありながら、特別扱いを受けることもなく、教育を受け、治安上の警護もつけられず、路面電車で通学させられた。1932年11月8日、母、アリルエワが自殺した後は一層にこの傾向がまり、ワシーリーと同母妹スベトラーナの育児はほとんど自宅の家政婦に任されていた。だが、不器用なイボアニと違って、 要領の良いワシー・リーはたとえ父から憎まれていても、自分が独裁者の息子であることは変わらず、また父ではなく側近たちを利用すれば良いことも理解していた。1938年、17歳のワシー・リーは、軍を望んで、クリミアのカチン航空学校入校を希望した。この時、父の取り巻きだったダブレンチー・ベリアに命じて密かに推薦状を書かせている。 空軍学校において、ワシーリーは、父スターリンの意向を、重役たちが恐れるのを利用して、サーリのごとく振る舞ったという。他の生徒とは別に個室を与えられ、商工食堂で食事をとり、外出許可まで与えられていた。しかし、このことはスターリンに密告されてしまい、激怒した、彼は校長に、いかなる特別扱いも言ってはならないと言命を、下した。以降、ワシーリーも、 普通の生徒と同じ扱いになったが、こうした身勝手な逸話にもかかわらず陽気な性格から他の生徒たちに人気があり、生徒隊長選抜の際には推薦もされた。1940年4月、空軍学校卒業後に空軍パイロットとしてモスクワ郊外の第16航空連隊に配属され、軍人としての経歴が始まった。先の命令にもかかわらず相変わらず、 相変わらず父の意向を活用して、不正や出世を重ね、人材不足であったとはいえ、異様なスピードで昇進を重ねた。1941年の独ソ戦勃発時に、空軍参謀本部付属の観察飛行士であったわ。シーは、12月に20歳の若さで少佐に任官、砲兵中尉として、前線で中隊を率いて戦っていた兄を追い越してしまった。そればかりか数ヶ月後に、 さらなる昇進を重ね、1942年2月には21歳で、大佐にまで栄達している。なお、実務面では26回の出撃で、撃墜2機、共同撃墜3機であった。兄やコフが、ドイツ軍の捕虜となり、1943年に収容所で死亡した後も、空軍の青年将校として気ままな日々を送り、戦後の1946年にはついに25歳での、 少々昇進が決定された。翌47年には中将に格上げされ、モスクワ軍管区の空軍司令官に抜擢されている。だがワシーリーは一パイロットとしてはともかく、司令官としての実務経験が皆無であったため、事実上の名誉職でしかなく、本人の意欲もなかった。そのため、もっぱら地位を活用して、スポーツ振興に熱意を注いだ。私生活ではホッケーに深い興味を持ち、 妻となるガリーナ・ブルドスカイアもホッケー選手のウラジーミル・メニシコフから紹介されたのが縁だとされている。ワシーリーは彼女に夢中になって毎晩花束を抱えてバイクで家に通い彼女に見せつけるためにモスクワ側上空に飛行機を旋回させることまでして情にほだされたガリーナは結婚に応じたという。彼の努力によって10ものスポーツチームが編成されたが 中でもやはり自ら GM を務めたホッケー代表チームが一番の自慢であった。1950年、ホッケー代表チームは移動中に落雷による飛行機事故で全員が死亡する災難に見舞われたが、ワシーリーは自身に責任が及ぶことを恐れて新しいメンバーをかき集めて取り繕ったという。その際、父スターリンにも恐る恐る報告したが、そもそもホッケーに興味がなかった彼は、 選手の顔を覚えておらず、何の反応も示さなかったという。1952年7月27日、都ので空軍記念日を祝って、モスクワ軍管区の空軍部隊による、貫越飛行が行われた。責任者であるワシーリーはスターリンに見栄を張りたいと、考えてか、悪天候の中にもかかわらず強引に、P-29 のコピーであるツマイナス4。 爆撃機を飛行隊に参加させ、結果として一機のつマイナス4が墜落事故を起こした。失態に加えて、関越飛行終了後に、スターリンの別荘で行われた会合にも参加せず、度重なる乱行に愛想を尽かした父と空軍によって、ついに司令官を解任された。解任からしばらくしてスターリンが病没すると、 後ろ盾を失いつつあったワシーリーは1953年4月28日に国家反逆罪の容疑で逮捕された。彼は外国の通信員に会ったら全部話してやると息巻いていたといい、この発言がととなってスパイ疑惑が持たれた。裁判ではこれまでの行為に対する断罪も行われ、党指導部に対する抽象、反ソビエト的な言動、及び 軍務怠慢や汚職などの追求を受けた。調査責任者を務めた検察官レフ・ウラドジミンスキーは反逆者への無慈悲な捜査方針で知られており、拷問こそされなかったが苛烈な尋問を行い、ワシーリーは実際には無関係であった罪状まで全て自白させられている。1953年12月、彼の被護者であったベリアがスターリン死後の政治闘争に敗れて処刑される。 新たに台頭したニキータ・フルシチョフはスターリン派に対する粛清を進め、ワシーリーの立場はますます悪化していった。彼はゲオルギー・マレンコフやフルシチョフに温情ある決定を嘆願したが、引き入れられず略式裁判で懲役8年が言い渡された。ワシーリーの身柄は連邦最高会議官部会の指示によって警戒厳重なウラジミールスキー・ゼントラル刑務所。 ウラジーミル中央刑務所に送られ、そこでは、バシーリー・パブロビチバリエフ、ビジリー・パベレピッチ・バシリルと名乗らされた。1960年1月11日、バシーリーは1年ほど早く刑期を終えて釈放された。釈放時には彼を取り巻く、政治情勢は難化しつつあり、元長官として、モスクワ市内の住居と年300ルーブルの恩給が支払われた。また、 空軍中将時代の軍服や、勲章の着用も許可された。だがワシーリーはアルコール依存症となり、彼の素行はモスクワにも伝えられた。1960年4月9日、クレムリンにおいて、父スターリンの旧友クリメント・ボロシーロフと会見して、アルコールを止めるように強く勧められた。4月15日、ワシーリーは治療のための入国許可を中国大使館に要請したが、 折りしも中祖対立の真っ最中であったため頓挫した。最高会議官部会は彼の釈放取り消し名誉剥奪を決定して火山に追放した。1962年3月19日、火山で急性アルコール中毒によって死去したとされるが、事実は定かではない。2002年11月、モスクワのトロエクルフスコエ墓地に改装された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。